香川県道34号線石井引田線の紹介をしていきます。この道は香川、徳島両県を結ぶ県道ですが、大山部分が密通のため、今回は香川県側の紹介をしていきます。入り口は国道11号線、大川交差点からとなります。仙徳ダムと一緒のところから入っていきます。まっすぐ進むと国道11号線、右に入ると県道34号線に入っていきます。県道34号線に入ると高徳線の踏切があります。大川に沿って進んでいきます。先には県境の大山が見えますが、この山を越えることは登山でないと無理です。この先に徳島県道34号線が続いています。大川に沿って進んでいきます。やがて大川が離れると馬宿から来た道とつながります。ここで道路情報板が出てきます。元村地区というところに入ってきました。元村地区の外れには仙徳ダム、川俣池と分かれ道があります。県道102号線の表記の方に入っていくこととなります。県道34号線の方が道が悪いため、県道102号線の方がメインの道として出ています。徳島県側には抜けることはできませんという看板も木に隠れてありました。そして県道102号線に入り、すぐ右の方に入ります。仙徳ダムの方が本線のように見えますが、間違わないように進んでください。県道34号線は集落を越えると道幅が急に狭くなります。落ち葉も落ちています。ところどころ犁合できる箇所はあります。そして急に洗い腰が現れます。ここまで来る終点です。この山を登ると大山という標高691メートルの県境の山を越えることができます。この先は登山道です。分かれ道から1.4キロほどです。大川交差点から終点まで6.4キロの道です。さて、おまけで仙徳ダムまでの道も紹介していきます。仙徳ダムの方が本線のように見えます。そのため、県道34号線と仙徳ダムは間違わないように気をつけてください。仙徳ダムのダム管理道はフラットな林道仕様となっています。隣のところで林道仙徳線と管理道の続きが分かれています。管理道は整備されていて走りやすいです。ダム湖の眺めです。県境の山が見えます。仙徳ダムから大川に注ぎ、そして瀬戸内海へと流れます。以上、県道34号線の香川県側、石井引田線の紹介を終わります。ご視聴ありがとうございました。